ロシアのフィギュア界で一体何が起きているのか。私たちは現地を緊急取材した。訪ねたのはモスクワ市内のカフェ。そこに、あ、ありました。これ浅田真央選手の絵ですかね。真央はとても綺麗で演技も美しいからもう夢中よ。世界中のファンが真央のためにポスターを作って真央に送ったの。自作したポスターを自慢する彼女たちはなんとロシアに存在する浅田真央ファンクラブのメンバー。900人以上が在籍し定期的にファンの集いを開いているという。ポスターの一枚を見てみると日本語で世界の守護天使より、しかもアメリカ、ブラジルから韓国まで国旗が表示された16カ国にファンクラブがあり、ワールドワイドに連携しているというのだ。彼女たちのスマートフォンには、あ、これみんな浅田選手ですよ。ほらこれご自分の写真ないじゃないですか。どれだけスクロールしても真央、真央、真央。そしてこの日熱く語り合っていたのは、引退するなんて想像もできない。真央がいなくなったらどうしたらいいの。真央に手紙を出しましょうよ。私たちの思いを感じてもらいましょう。引退するのかしないのか、浅田選手の今後を案じていた。さらに真央ファンは一般人だけではとどまらない。ソチオリンピック金メダリストまでもが我々のカメラに向かって熱く語った。真央は私の憧れです。真央のことをずっと見ていたいと思います。初めて会った時は本当に感動して信じられないくらい幸せでした。大ファンの浅田真央選手と頬を寄せ合い嬉しそうな笑顔を見せるソトニコワ選手。大会などで浅田選手と会うたびに写真撮影、自身のサイトにアップしていた。すべての試合で真央に注目してきました。小さい頃から真央の演技を見て真似をしてきたんです。もっと上手にやろうと思ってもできませんでしたけど、浅田選手は憧れ目指すべき存在だった。それを象徴するシーンが2011年のグランプリシリーズロシア大会でのソトニコワ選手の演技。ちょっとタイミング合いませんでしたね。その後登場した浅田選手の演技を見ると、お分かりだろうか、二人の演技の共通点を。浅田真央と同じ曲です。リストの愛の夢。愛の夢。そう、なんと曲が同じ。実は曲を選んだのはソトニコワ選手の当時のコーチであり浅田選手の元コーチでもあったタラソワ氏。その狙いは、同じ曲を使って勝つことでソトニコワに自信をつけさせたかった。結局その大会では勝てなかったが、浅田選手を意識させることで成長を遂げたソトニコワ選手。そして今や真央、浅田はロシアのスケート界に欠かせない存在となった。好きな選手って誰ですか。真央、浅田。国
校ですね。リプニツカヤ選手が通っていたっていう学校ですね、はい、ここはロシアのリプニツカヤ選手が4歳から9歳まで学んだスケート学校。未来のトップスケーターを目指す多くの子どもたちが日々汗を流している。そんな子どもたちを見守るのが、これ、あ、これ見てください。浅田真央選手ですよ。浅田真央選手が飾られてる。すごい。浅田真央の華麗な姿を捉えた写真の数々。子どもたちに聞いてみると、浅田真央選手って知ってますか？Слышали про такую фигуристку Мао Асада? Да! ロシアなのに地元のリプニツカヤ選手と日本の浅田選手が人気を二分していた。彼女どこが好きって。Ну что у неё всё хорошо получается。さらに別のスケートリンクでも。好きな選手って誰ですか？マオ浅田。マオ浅田？イチゴじゃないです。地球上でトリプルアクセルを飛べるのは。マオだけよ。本当にすごいわ。私たちはマオのジャンプを見て練習しています。特にジャンプ前の体勢がとても綺麗なので真似させています。滑る様子をよく見てみると、ジャンプに入る前のこの体勢、確かに浅田選手の姿に似ているように見える。それにしても浅田選手のどこが彼女たちをここまで引きつけるのか。それは次世代を嘱望されたロシアの天才少女が教えてくれた。その自宅を訪ねると、いつもああやって見てるのよ。動画サイトに釘付けになっていた。マリア、はい、ハロー。ロシアのスケートリンクで出会ったのはマリア・ソツコワ選手、14歳。去年12月、ジュニアのグランプリファイナルで優勝を果たしたロシア期待の新星だ。その自宅には、マオと撮った写真がとても気に入っているの。すごく優しかったし、会えた時は感動したわ。浅田選手に憧れたきっかけは4年前バンクーバーオリンピックでの演技に衝撃を受けたことだという。それ以来、写真を撮った日は眠れなくて朝まで真央の話をしていたわ。自宅では毎日のように、いつもああやって見てるのよ。動画サイトで浅田選手の演技を食い入るように見ては研究を重ねているという。終盤にすごく複雑なコンビネーション、ここが私は一番好き。難しい技から解放されたこのステップが最高だが、魅了されていたのは技術だけではなかった。マオはとても意志が強いんです。そう、ロシアで口々に語られたのは精神力の強さ。私がすごいと思うのはマオの意志の強さです。粘り強く努力し続ける姿に惹かれます。マオは選手として非常に強い精神の持ち主です。失敗しても諦めず全力を尽くすところが素晴らしいと思います。ロシア人にとってマオは侍よ。彼女はやると決めたことをやり通したわ。トリプルアクセル、最初のジャンプ転倒。トリプルアクセル、こらえて、なんとかこらえた。
何度失敗してもトライし続けるその姿、それがフィギュア大国ロシアの心を掴んでいた。だからこそ、トリプルアクセル、私たちは彼女の姿を追い続けるのかもしれない。